ですから威力が出てくると思いますね。軽道と柔道が合わさって霊道になるという理論があります。軽さ、こういう軽い部分でこういうふうな動き、軽い動きですね。軽い動き、この動きはこの歩行という重さと加わるからこそ重い動きになっているんですね。軽さから新しい軽さ、重さを加えて、また次の段階に進むんですね。ですから中方方法を加える、それから進行ですね、全部合わせて練習を、まず四方だけやります。1、2、3